さあサッカーコーナーもセカンドハーフと参りましょう。中山対アントラーズディフェンスもさることながら、日本代表ボーダーラインギリギリと言っていいかもしれません若きストライカー柳沢にも注目が集まります。ジュビロ対アントラーズ、こちらは岩田です。6試合連続得点中のジュビロ中山、6試合ゴールのないアントラーズ柳沢、共に日本代表フォワードを狙う2人が火花を散らしました。まずは前半7分、代表時のピンチに立つ柳沢が増田のクロスをヘッドで合わせアントラーズが先制します。一方華麗なパスワークを誇るジュビロは七海、服部、中山の代表トリオでゴールを狙いますが、肝心の中山までパスを通すことができません。それならばと七海がループシュート、しかしキーパーの攻守に阻まれます。ここまで1本もシュートを打たせてもらえなかった中山はドゥンガとのワンツーから強引に突破を図りますが、秋田の厳しいチェック。後半に入ってもアントラーズの攻勢が続き、23分、柳沢はキーパーとの1対1の場面も落ち着いて決め2点目をゲット。反撃の糸口さえつかめない展開に中山は必死でゴール前に走りますが、簡単にパスはもらえません。そんな中山を尻目に柳沢はなんとハットトリックを達成し、決定力を大きくアピール。日本代表のフォワード争いはますます加熱しそうです。まあ、たまたま高難試合が得点につながってなかったんで、まあ、今日こういう形で点を取れてすごく良かったと思います。まあ、1試合だけでどうのこうのというあれじゃないと思うんで、まあ、常にやっぱりこれからもいい動きを続けたいなと思います。見ててくれましたか、岡田監督。フランス行きのチケットを手に入れるため必死です。柳沢必死のハットトリック、ディフェンス陣も好調。ジュビロをシャットアウト、バティストゥータ、秋田がお前に悪夢を演出してやる。待ってろよ。まあ、あさって発表だっていう時に今日ハットトリックといいタイミングですよね。いや、もう最後の最後まで見せてくれましたね。もう一度見てみましょう、柳沢の必死のハットトリックゴール、こちらです。まず増田からのんびしゃゴール、気持ちいいです。このコンビネーションアントラーズでもいいんですが、これを代表で見せてほしい。そしてビスマルクからのパスを落ち着いて右のインサイド、ゴールキーパー出たところをよく見てます。そしてまたビスマルク、綺麗に右のインサイドボレーですね、よく合わせました。まあ、お膳立ても良かったということもあるんですけれども、あそこでちゃんとビシッと決められる柳沢、野球のホームランと同じでね、ホームランだとかスローモーションで言うといいフォームで打ってんだよね。決まったところ見ると必ずうまくやってんだよね。だから決まるんだけど、気持ちよかったです。柳沢まだまだ見せてほしいです。